並木川流肖像、中心蔵岡目評判により、並木宗介とは、江戸時代の浄瑠璃作者、一時期、並木川流と称した。浄瑠璃の三大傑作といわれる、菅原伝授手習館、吉爪千本桜、金本中心蔵の作者として名高い人物である。元、貧乏国三原にある臨在修上樹寺の段次衛水という僧侶であった。三原の出身ではなかったらしく、 大阪生まれとも言われるがその出自については明らかではない。教法9年30歳の頃減俗して大阪に移り浄瑠璃作者となった。なぜ減俗して浄瑠璃作者になったのか、その経緯についても不明である。通称を松屋宗介と称したが、この松屋とは大阪に移った際に入った養子先の屋号ではないかという。当初、 並木宗介と名乗って豊竹雑木の作者、西下は一風の門人となり、教法十一年初演の北条時織域に初めて作者として名を表しているが、その次の作、聖は源氏十五段で立作者となっている。原文二年の正月以降、なお並木宗介と改め単独作、合作も含めて多くの作を表した。 この豊武座時代の宗助の作風は人間の本能の激しさ、在合の深さ、封建社会の矛盾などを緻密な構成と写実的な筆致で描き出し非常に暗いと言われる。漢方元年、江戸におりおよそ1年ほど滞在する。その間に、江戸肥前座で活動、石橋山鎧重ねを、田めな太郎兵との合作で執筆などしている。翌年8月に大阪に帰るが、 豊岳座を離れ、大阪で歌舞伎作者として、安田河津文羅と、大門口鎧重ねなどの歌舞伎の脚本を書いた。元響2年、再び浄瑠璃作者に復帰したが、豊岳座とはライバルであった竹本座に在籍しなお、並木川流と改め、二代目、竹田出雲や三吉昭楽らとの合作で、菅原伝授手習い館、吉継千本桜、金本中心蔵のほか、 群宝富士見採用、玄平の伸びき抱き、総長長狂わ日記などの傑作を生み出した。これら作品の立作者についても小説あるが、作風や経験から、いずれの作品も、実質の立作者は、宗介とする説もある。寛演三年竹本座から再び、豊竹座に戻り、並木宗介の名に服したが、翌年の寛演四年九月。 一の谷二葉軍記を執筆中病により母子した。去年57。以下は合作ではない宗介の単独作で、すべて豊竹座での初演である。なお遺作となった、一の谷二葉軍記については三段目まで宗介が書いていたが、後に上演するにあたって、浅田はじめトリラが四段目以降を補っている。川竹重俊歌舞伎、文楽師は、川で文庫。 一万千九百五十五、七十七 P。川竹しげ歌舞伎、文楽師は、川出文庫。一万千九百五十五、七十八 P。ありがとうございます。